フジテレビは16日午後7時から中井正宏が司会を務める中井正宏のスポーツチンプレイー,ープレイを放送する本番組はフジテレビスポーツが誇る人気番組中井正宏のプロ野球チンプレイー,ープレイ大賞を野球をはじめサッカーラグビーフィギュアスケートなどスポーツのオールジャンルを扱うスペシャルバージョンとなる写真中井正宏ら 豪華な顔ぶれが参加した収録の模様。スタジオゲストは、プロ野球界のレジェンドで WBC 日本代表としても活躍した鳥谷隆、サッカー元日本代表の牧野智明、現在放送中の月9ドラマ、海の始まり、に出演中の俳優の木戸大成、人気グループのストーンズ、コーチ優吾、大のジャイアンツファンである歌手でタレントの大吾、そしてタレント朝日奈央。 進行はアンタッチャブル、柴田秀次、山崎博也、佐久間南、富士テレビアナウンサー、が務める。史上初の50類だ、50本塁打 &50 盗塁、という大偉業へのカウントダウンの真っただ中にいる大谷翔平選手。今夜は、歴史に残ること必死な2024シーズンの大谷翔タイムを大放出。さらに野球をリスペクトし、愛してやまないアンタッチャブルは、 ドジャースの本拠地であるロサンゼルスのドジャースタジアムでチームメイトや監督に突撃取材した。三マの1ミリという言葉が生まれた FIFA ワールドカップカタール2022での三オ薫選手のプレーについて出演者のマキノが当時三マ選手の目の前のピッチでレポートしていたんですと話す。肉眼ではさすがに見えなかったか中井から問いかけられると全世界で最初に出ていない と言ったのは僕でしたと語り、その当時の秘話をユーモア混じりに明かしてみせた。また、アンタッチャブルに加え、2023年の m 1グランプリ、王者である令和ロマンが本番組のナレーションに初挑戦。息ぴったりな二人のナレーションにも注目だ。コメント、戸谷隆、収録を終えて、どうしても観戦するスポーツが偏ったりしがちなのですが、 様々なスポーツの名場面を出演者の皆さんと見る機会をいただけて、とても楽しかったです。雰囲気もとても心地よくて、そういう意味でもこの番組の魅力を感じることができました。大谷選手の VTR で特に印象に残っている場面は、野球は気持ちの切り替えをする時間がないんですよね。ホームランを打って喜んでいても、翌日自分のエラーで負ける可能性だってある。なので、 僕は野球をプレイしていた時は感情をコントロールして出さないように意識していたんです。ですが、大谷選手は笑顔だったり喜んでいたり、と今向き合っているプレーを思いっきり楽しんでいるんだな、と思いました。そこが彼の強みかもしれません。もう一度僕が選手に戻ったとしてもできないと思います。今回パリ五輪の名場面も扱っていますが、 実際に現場で観戦して記憶に残っているシーンは、金メダルを獲得した女子レスリング53キロ級の藤波明里選手がとにかく印象的でした。これまでずっと藤波選手を取材している中で、セコンドを務められていた藤波選手のお父様との関係もよく聞いていました。親子だけど監督と選手という関係性でもあり、課題もあったようですが、 見事勝利を勝ち取った後の二人の笑顔とハグを見て、すごく素敵な親子だなと思いました。私も娘がいるので、そういった二人の姿を見てとても感動しました。視聴者へメッセージ、数々の珍プレイー,ープレイや名場面のワンシーンを拝見させていただきました。実際に当時、選手がどういった気持ちでプレーをしていたのか、その方の目線を知ることができる貴重な機会だなと思いました。 ぜひ皆さんも思い出を振り返りながらご覧になって楽しんでいただければと思います。